こんにちは。今日はミレーのウィッグ 40W を紹介したいと思います。前から日帰り登山、天白1泊ぐらいで使えるザックを探していたんですが、今のがモンベル使ってるんですけど、こんな感じでちょっとガタが来たり、雪山で使うにはちょっとなーっていうのがあったんです。急いではなかったので安くでいいのがあればと思ってたんですが、この前あったんです。それがこちらになります。ここに書いてるかな、ウビック 40W です。このサイズ30だったら今オンラインでもミレーショップで売っています。40はアウトレットショップだからあったみたいです。ゴールデンインク特価でこれが本来は 27,500円かな。紺色のやつはミレーの方で売っています。それがなんと 13,000円で売っていたんです。ミレーの T シャツ、これと2点で合わせて買えば、なんとこのザックが1万円で買えたんです。機能の方はどうかというと、後ろの方はこんな感じで通気性がいい感じになっています。前のは腰バンドがあんまりなかったようなものだったんですけど、今回腰バンドはしっかりで、小物入れもついています。レインカバーが入っていて、しっかり荷物も入れられます。で、中はこんな感じですね。見えますか？の方は今使ってるのとほとんど変わらないで、大きくなったって感じですね。で、前にもポケットがあって、ここにも荷物が入れられます。で、下の方もたっぷり入れられます。で、これつなげられるんですね。こういう感じでファスナー開けると中と一緒につなげられます。なのでちょっと大きい荷物入れたい、テントの寝袋かな、そういうの入れたりするときもちょうど使えますね。実際にちょっと荷物入れてみたいと思います。ちょっとね、さっき下開けたままにしてるんで、寝袋を入れちゃいたいと思います。ちょっと今テントは使ってるんで、テントはなし、マット入れて、テントの時に使う靴ですね、あと山で使うレイン、定規です、あと食料とかですね。で、バーナーとかの調理器具です。で、替えの下着とか T シャツとかですね。ちょっとざっくりと入れちゃいます。入れるとまあこんな感じですね。あと小物とかいろいろあります。とりあえずです。で、横にもファスナーがあったので、こういうところに飲み物を入れたりですね、こっちにもありますね、すぐ使うタオルとか入れたりします。全然40リットルなんで余裕ですね。で、冬用のアイゼンを
ちょっと困ってたって、前はねポケットにねぐさって刺してたんですけど、アイゼンをつけてみたいと思います。ここにバンドがあるのでバンドで留めちゃって、で最後ここに引っ掛ける感じですね。こんな感じでしっかりつけることができます。で他のものいろいろスノーシューとかそういうのはここに書いてるんですけど、こんな感じでつけられるみたいです。ちょっと日帰りだとスペックが大きいかなって感じですけど、はい、実際金子持ちで使ってみました。荷物をしっかり詰めて背負うとこんな感じです。細かくベルトで調整するので、私みたいに背が低くてもぴったりフィットするように調整ができます。はい、使用後の感想です。私が特に良かったのはこの前ポケットですね。ここ今の時期だと日焼け止めとか、女子だと結構ごちゃごちゃ持っていて髪の毛とくブラシとかそういうのが全部入れられてすぐに取り出せるのが良かったです。でも結構深いんで物が落ちたりはしません。あと良かったのが、私はここ一番下のとこ食料を入れてたんですけど、イキシはここ開けられるので帰りは食料なくなっちゃうんで開けてテントがズボズボと入れられたりして良かったです。あと個人的なんですけど、私この辺に前のところそこになんか飲み物とか刺したりしたらすごい邪魔なんで嫌なんですね。なのでここに入れてたんですけど、ここ結構あまり水があったかくなんない、冷たいままで保ってるのが良かったです。そんな感じでした。冬になるともっと利用できるかな。ちょっと日帰り登山、夏の日帰り登山だと荷物が少ないのでちょっと大きい感じがしました。はい、明日20時このザックを背負って上高地こなし平キャンプ場をアップします。ぜひご覧ください。明神池を散策します。トレッキングに行こうかと思っている方はぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。